車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンド東京でカスタマイズさせていただいた車を紹介したいと思います。紹介してくれるのは久しぶりの登場、内山店長です。はい、お久しぶりです。内山です。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ウッチーちょっとサボりすぎじゃございませんか。サボってないんですよ。本当っすか。サボってない。ちょっと期間は空いちゃいましたけど。そうなんですね。で、久しぶりの紹介になるんですけど、今回紹介するのがこちら、992のターボ S。ターボ S って、はい、なんかちょっと別格な感じしないですよね。価格もちょっと頭一つ売ってるし、新車で3000万円以上するしますね。はい、だからもういわゆるスーパーカーの部類の車じゃないかなと、ね。はい、それを今回なんとカスタマイズしてると、はい、でまず思うんですけど、色がめちゃくちゃいいなと思って。 GT シルバー、ド定番といえばド定番ですけど、はい、なんか993っぽいですよね。デザインが993オマージュのところが結構あるんだよね。うん、ですね。あのボンネットの形もそうだし、はい、今までここでバンパーが切れてたのが992からこう993時代のこのこっちまでつながるこうフェンダーになったんで、はい、なんかそれがすごく993っぽいなっていう、うん、でそんなちょっとクラシカルでもあり、まあ、最新の車をなんと今回カスタマイズしたということで、はい、前回りは特には触ってないんですよね。触ってないです。ということで、はい、早速メインの3ポイント、はい、横に回っていきましょう。今回装着したホイールがこちらでございます。もう来たーっていう感じなんですけど、これつけたかったんですよ。こちらが HRE の 522M、去年の HRE オープンハウスで発表になったホイールということ で、ね。はい、これしかなくないですか、もうポルシェは。もうこれしかないと思います。あのポルシェ詳しい方だと、もうこれパッと見てすぐ分かると思うんですけど、はい、あの993とか996のターボのホイールのオマージュなんですよね。はい、なんですかね、ちょっとやっぱ似てる感じはありますね。 HRE 側としては明確にそのオマージュですよっていうのは言ってないですけど、言ってないですけど、まあ、どっからどう見てもそれのオマージュですよね。はい、ただそれを全くコピーしちゃうんじゃなくって、うん、もうちょっとニュアンスだけこう寄せて、はい、まあ、HRE 風に解釈してあるという。そうですね、まあ、結構なんかこうえぐりが入ってるような感じがして、ちゃんと今時なエッセンスも入ってる感じですよね。ちょっと前の鍛造ホイールみたいにこうカクカクしてない、はい、うん、なんかその前にオープンハウスでファクトリーツアーしてもらった時に、ここの曲線を出すのがすごく大変だって、削るのがめちゃくちゃこうちょっとずつ何回も削らないとこの R が出せない、出せないから。でも確かに言われてみて僕らも、あ、そうだよなってなるけど、言われなかったらなんかこう普通に当たり前に仕上がってくるもんなので。機械でこの曲線で削るってすごいよ、ね、すごいですよね。でしかもこの天面こそ、はい、まあ、割とこうフラットには削ってありますけど、まあ、それでも若干こう R がついてたりとか、うん、このスポークの脇も全部曲線で削ってるんで、ね、本当に機械で削ったと思えないぐらいのナチュラルな曲線、うん、こちらのホイール、はい、そして今回 522M ってことで、はい、モノブロックなんですね。モノブロックです。ウッチーがなんかモノブロックをつけた車を紹介するって多分珍しい。いや初じゃないと思うんですけど、結構珍しいですよね。でもモノブロックでもデザイン性がやっぱりシンプルに、なんかこうやっぱり車的にこの GT シルバーっていうのもあって、さっぱり見せたかったっていうのがあるので、まあもう今回はモノブロック一択しかなかったですね、候補としては。めちゃくちゃ大人な感じがする、はい。ホイールももうお客様にどんなのがいいっていう話の段階でこれしか進めてなかったんで、あ、そうなんです。絶対これです。でお客様も、あ、いいねってっていうことで、はい、でちなみにお客様っていうのはこのホイールのチョイスからすると年齢層全く見えないんですけど、ベテランな方、ベテランなですね。あ、やっぱりそうなんだ、はい、もう今まで何本こういうアメリカのホイール履いてきたかっていう感じですね。もうそれこそだから日本にこうアメリカの鍛造ホイールが入って主流になり始めた頃から履き続けてる方なんで、そんな感じの方なんだ、はい。でもそういう僕らよりちょっと上の世代の方でも、はい、なんか本当に落ち着いて乗れるぐらいのこうシンプルと完璧にマッチしてる感じ、はい、で今回フィニッシュはフラッシュドのクリアコートです、はい、ということで、はい、ちょっと映像で見るともう単純なシルバーに見えるかもしれないですけど、はい、近くで見るとこのアルミの字がちゃんと見えるこちらのフィニッシュな、はい、でスポークはこの HRE のロゴが彫ってあって、はい、で当然ターボ S ですからセンターロックにも対応してるんです、はい、ただ5ケツもいけそうなデザインですよね。5ケツもいけます。なんかいろんな車に応用して履いてもいいのかなっていう、こんな感じになって、はい、そして今回サイズは21インチということで、はい、21インチです。純正1インチアップ1インチアップです。こんな感じのホイールになってます、はい、あとフィニッシュもいろいろやりようがあると思う、はい、ボーデンオートハウスがシルバーのとブラッシュドのとポリッシュも作ってましたけど、はい、いろんな履かせ方をしても面白いのかな、はい、あとは全然違う車に持ってっても面白いと思います、まあ、BM とかメルセデスとか。そうですね、はい、あとスーパーカーちょっとまだ見たことないですけど、でもやっぱりそういう、まあ、スーパーカーにこういうちょっと
言ったら奇抜なデザインだと思うんですけど、そういうの持ってきても多分バチッとはまると思いますけどね。こんな感じのホイールになっています、はい、そしてあとは本当に触ってないんですよね。そうですね、基本的にボディは今回はローダウンとホイールぐらいですね。ローダウンはカーベイの HAS を使ってローダウンしています。純正ショックを生かしてローダウンができるキット、はい、で大体 20mm、30mm ぐらいですかね。そうですね、 20mm ぐらいは触ってますね。というわけで、まあ、調整もできるんで、はい、まあ、参考にしていただけるといいのかな。で当然 HAS ですから純正の電制御のサスペンションもそのまま使えます。そのまま使えます。リフターも使えます。そしてリアも、はい、こんな感じで、リアもまた全然表情が違います、ね、そうですね、やっぱり1インチ大きくなってその分ちょっとスポークが長くなっているので、確かに足が長いともっとなんかスタイリッシュというか、そうですね、に見える感じ、こんな感じのホイール。そしてセンターロックになるとそんなにこうオフセットというかディスクの選択があんまりできない、まあ、どうしてもその強度が必要なのでセンターパッド自体のこう裏の部分ですけど厚みが必要になってきます。ここを厚く取らないと、はい、まあ、そもそも構造上成立しないん で、 そうです、ね、まあ、ある程度ここが厚くなると、はい、でその分こうラウンドは緩やかになるということで、はい、こんな感じのホイール、これだいぶかっこいいですね。かっこいいですね。今1時間ぐらい前に撮った PV の映像が差し込まれてると思いますけど、はい、こう走るとまたこのディレクショナルのホイールってかっこいいですよね。いいですね、こうシュンシュンシュンって回る感じが、はい、これは本当にもうこれしかないなっていう、うん、でもこのボディカラーともめちゃくちゃマッチしてるな、めちゃくちゃいいと思います、思いました。そして外装はこんな感じですか。後ろも今回全然何も、あ、後ろはでもまあエンブレムをブラックに変えたぐらいですかね。あ、なるほど、はい、じゃあこの辺も細かく手が入ってるんですね。なるほど、あ、モール関係がブロック、グロスブラックがところどころに入っているので、まあ、エンブレムはクロームだったんですけどちょっと逆に黒にして足元だけちょっと明るく見せようと思って。なるほど、はい、まあ、純正オプションなんかでもできますけど、そうですね、はい、中古で購入されて塗ってないとか、はいはい、っていうのがあればご相談いただければ、はい、ここだけのカスタマイズなんてもできますので、はい、お気軽にご相談ください。じゃあ最後になりますけども、はい、今回は本当に大人が乗ってもかっこいい、はい、すっごいスマートな救急に仕上がりましたけど、はい、いろいろ他にも救急にやりようはあるんですか。そうですね、あとはまあテックアートだったりとかナインデザインとかエアロパーツなんかもあったりするので、そういった部分でこうフロントスポイラーつけたりとかリアウィングつけたりとかもいいと思います。まあ、あとはボディカラーも今、ね、ラッピングなんかでいろいろ遊べると思うんで、はい、まあ、ポルシェ結構車滞ってるみたいなんでなかなか増えてない車ですけども、はい、いろいろカスタマイズできると思いますので、ぜひ東京店内山店長にご相談ください、はい、というわけで各種 SNS のフォローとボンノチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。